諸説あります。はい、今日は映画のお話です。映画、大前さん、映画はお好きですか？映画って好きなんですけど、うん、好きって一番言えへんものじゃない。あ、奥深すぎてみたいな。どれだけ見ても映画好きってやつってもっと見てるから。確かにね。どれだけ好きでも映画好きって公言しにくいなとは思ってるんですけど、うん、好きです。あ、言いました。好きです。人並みに好きです、まあ、みんな好きですよね、映画はね、はいはいはい。まあ、そんな映画についてなんですけれども、うん、大前さんはこういった映画運動はご存知でしょうか、ということで、持ってきました。ドグマ95、聞いたことありますか？ないです。ないです。まあ、ない人が多いんじゃないかな。ないです。でも多分映画好きは知ってでしょ、うん、知らんけど。そうかも。だから言いたくないね。ないです。何？ドグマ95という映画運動なんですけれども。映画運動？はい、デンマークにおける映画運動で、1995年に起きた運動ですね。日本でも大ヒットしましたダンサー・イン・ザ・ダークを監督しましたラース・フォントリアとトマス・ウィンター・ベアによって始められました。1995年といえばですね、ハリウッドではマスクや、あとフォレスト・ガンプ、うん、そして日本ではゴジラ対デストロイヤーとか、内田有紀主演の花より団子が公開された年が1995年なんですけれども、こちらはですね、映画が娯楽中心に発展しまして、アクションや CG、 テクノロジーに、まあ、映画が傾いてきた中に起こった運動です。あ、まあ、マスクなんてもうまさしく、うん、CG なってたもんね。うん、うん、このドグマ95には純潔の誓いと呼ばれる映画を制作する上での10個の重要なルールがございます。ちょっと全然わからんけど。ただその映画好きな人の中でも、なんか今の映画違うよね、うん、映画ってこうでしょうみたいな人たちがルールを一個決めたみたいなこと。そう、うん、で、このルールというのがどういうものかと言いますと、うん、純潔の誓いその1、うん、撮影は全てロケーション撮影によること。スタジオのセットでの撮影を禁じる。なんで？なんで？これがドグマなんです。1個目から嫌やわ。なんで？まあ聞いてください、うんうん、2つ目、映像と関係のないところで作られた音、効果音などを載せてはならない、うん、なんで？なんでというか。なんでと言われましても、こだわってるってことね、この人ら的にはね、まあ、ありのままのものを映せっていう感じが近いのかな。なるほどね、まあ、そういった誓いがね、いっぱいあります。もうどん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 厳しくなります。砂じゃらじゃらして、なんか波の音作らないでってことですよね。意図的に作らないでっていうことですね、うん、そして3つ目、カメラは必ず手持ちによるもの。なんで？あれ使っちゃダメです。三脚。三脚持ってください。いや、三脚の方がええで、ブレへんから。ブレてもいいんです。手持ちの良さもあるし、三脚の良さもあるで。そして映画はカラーであること、ただし照明効果は禁止です。なんで？電気使わないでください、意図的なものは。なんでが止まらないですけれども、5つ目、光学合成やフィルターを禁止する。まあ、もう一緒ですね、こういう作られたものを使うなみたいな感じだと思うんですけれども、6個目、表面的なアクションは許されない。アクションをするなっていうイメージでいいなと思うんですけど、まあ、盾とか戦闘シーンみたいなのは作らないみたいな、そういう意味合いでいいと思います。なんで？7個目、時間的そして地理的な乖離は許されない。これはですね、回想シーンなどの禁止。時間が飛んでるから。今目に映るものをありのままを映しなさいと、うんうん、そして8個目、ジャンル映画を禁止する。だどういうこと？まあ、ホラーとかアクションとか、もうパッとこの映画を見て、あ、これホラー映画だなとか思われるようなものはダメです。ホームビデオ推奨ってことですか？そして9個目、最終的なフォーマットは 35mm フィルムであること。そして10個目、監督の名前、スタッフロールなどにクレジットしてはいけない。以上。なんなんその潔癖、映画潔癖。まあだからこういう縛りをつけることによって
一回こう今の映画をぶち壊そうよっていう動きなんじゃないですかね。でまたそこから新しいものを生み出していこうみたいな。いやーそうはもう全然しっくりこんな、うん、でもこの時代はどうなの、それがいろんな映画ファンたちからすればあの人たち尖っててかっこいいねみたいに映ったのか、それとも他の映画作ってる人たちが何言ってんのってなったのか、状況的には。どんなドグマ作品があるのかちょっと気になると思うんで、はいはいはい、紹介していきたいと思います。まずはドグマ95の最初の作品、うん、セレブレーション、監督はトマス・ヴィンター。監督、はい、監督言っちゃってる。あ、監督言っちゃってる言っちゃってもいいんだよね、クレジット載せるなっていうエンドロールで。あーでもなんかそこまで言ってんやったらなんかもうその誰が作ったかわからんぐらいやってほしいけどなんかそこではそこは承認欲求ありますみたいな。大前運動起こします。いやもうそのアンチドグマですよ俺は、うん。こちらの作品はですね、あらすじがデンマークの資産家の還暦を祝うパーティーに親族や友人が屋敷に次々と集まってくる、うんうん、しかしこの親族の中にはウェイトレスと不倫をしている人がいたり、うん、妹が数ヶ月前に自殺していたりと不穏な空気が流れていて、うん、という中、縁も竹縄の頃スピーチを頼まれた資産家の息子が突然、幼い頃この資産家の父にレイプされていた、うん、ということを語り出します、うんうん、という非常に気まずい様を全編手持ち撮影、過去回想などのない会話劇でリアルに描いた一作になります、うん、こちら98年のカンヌ国際映画祭審査員賞など成功を収めました。すごいね、これあらすじだけ聞いてるともういたってシンプルな感じはしますけどね。あすごい、うん、ま、だこういう縛りあったからこそこういうシンプルなストーリーが際立つんじゃないですか。でも、うん、このその昔実はレイプされてとかっていう時に回想シーン入れてたらもっと良くなってたかも。いやこれもたらればやけどルールに縛られすぎてそれでやったけど、もしそうやってたら音とかも別のもの持ってきてたらもっと良くなってたかもしれない、もっと受賞してたかもしれない。めっちゃアンチドグマなんですけどたらればね、たらればね、可能性ですよ。まあでもドグマで成功を収めたっていう最初の作品ですね、うん、そしてドグマ95の2作目、ラース・フォントリア監督のイディオッツ、うん、こちらは自らが知的障害者のふりをすることで人々の偽善を暴こうとする集団を描いた問題作でして、うん、公開当時はかなり話題になりました、はいはい、映画の中には完全に結合された部分が映し出されます。おー、なるほど、もうモザイクなしで、うん、もうモザイクもないなし、ほうほうほう、そういう性描写もあります、こちらもカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されました。 AV やん、じゃあAV じゃないです、ドグマです。いや AV やん、ドグマ、完全にドグマですX ビデオやいいんですよその海外のサイトのやつ。なんか音楽とかお笑いとかどのエンタメとかでもそうなんですけど、小説とかでもそうなんですけど、こうじゃないとあかんって言った時点で終わりじゃないですか。いやなんか私もドグマと一緒に肩見せまくらってきちゃう、なんかこんな言われすぎたらで結果的にドグマとして認定されたのは、うん、1作目の1998年の最初に出てきたセレブレーションから2004年に公開された、ちょっとこれ日本では公開されてないの読み方が微妙なんですけど、うん、コジクスカソまでの35本が正式に認証を受けた作品となっております。けどまあそのドグマとして完全に認証を受けたのは35作なんですけど、うんうん、ドグマの影響を受けているであろうと言われる作品は300作ぐらいあるのではないかと言われております、まあ、こちらは諸説ございます。そんなこと言ったらドグマ以外の映画の影響を受けた人もっとあるけどな、作品マーベルの影響を受けた人もっと作品あるんちゃうかとも思うし、まあ、でも
まあ既存のものと戦うために既存のものが嫌になったから違うものを作りたいっていうのは、うん、まあ多分これ YouTube の世界もそうだろうし小説の世界もそうだろうし音楽の世界もそうだろうし繰り返しなんだろうなと思いますけどね、うん、その中の一つでそういうのがきっとあった